里崎チャンネル。こんにちは。さあ今日はオリックスバファローズ、はい、はい、やります。はい、はい、今年のオリックスはね、うん、佐藤君ドラフト1巡目、はい、指名して、うん、重複して福浦さんを一番初めに引いたんだけども、当たる口がある中で外すっていうね、はい、ところでですね、山下俊平投手、はい、福岡大大濠から投手をね1名指名というところで、うん、まあ、今年のドラフトはね投手3名キャッチャー1人外野2人内野手は0というところでね、福岡大大濠の山下投手を1指名し、うん、スケールの大きい素晴らしいピッチャー、必ず将来 2,3 年後にはエース級のピッチャーになると思うっていうところでね、はい、選択して、まあ、基本今はストレートとカーブしか投げれないんですよ、はい、だからここからもうちょっと変化球を覚える必要があるんで、うん、まあね、どこまで成長できるかっていうところではね、うん、本人の頑張りとチームの育成にね、まあ、かかってるかなっていうところはありますけども、はい、2位に、現健大選手、岐阜から中京高校、甲子園に出てます、はい、外野手、コンパクトなスイングから長打を量産する高校屈指の高打者、はい、うん、3位、明石商業、北君、はい、外野手、走行揃った高校ナンバーワン外野手、うん、3位なんやと思って俺、そうですね、もっと上に来る、ね、2位ぐらいまでには収まるのかと思ったら、うん、3位っていうところで ね、でしかもオリックスの3位っていうことは、はい、うん、3位の一番最後なんですよ。2位がウェバーのこの現投手はだから要は13番目の選手なんですよね、はい、ドラフト、はい、ウェバーなんで、そうですね、で全部バーってセパと回ってきて、で巨人からもう一回3位が帰ってきて、はい、でこの北君っていうのは3位の最後なんですよ。そうですね、よく余ってたねっていう、うん、だから完全に36番目ってことか。そうですね、うん、なんですよ、はい、でここでね高校生取って4位で中川隼人選手、はい、東光学園から立正大学、はい、投手スライド伸びた手足が目を引く長身3割アンダースローなんですよね、はいはい、で5位愛知豊橋中央高校中川拓磨捕手、うん、中学校時代に砲丸投げ全国6位、砲丸投げ、でもそれが狂言かどうか分かんない、まあ、これだから砲丸投げは、この辺砲丸投げ、いやいや、こうちゃうやん、はい、砲丸投げが狂言かどうか分かんないよね、それで押し出すやつだから、はい、6位、一番僕、はい、今年のドラフトで一番注目してる選手です、はい、僕、なんでですか。ドラフト6位安倍翔太、日本生命安倍翔太投手、はい、うん、なんと27歳です。あ、結構高い年齢が、しかもっすよ、はい、誕生日11月3日なんで、はい、28歳です今年、だから来年29歳なんですよ。本当だ、私の2個下だ、うん、なんですよ、はい、すごくないですか、最高齢だと思うんです、今年のドラフト、今年のだったらそうですね、で今までのドラフトでどこまでがあるのかなっていうね、だからもう1年目から絶対なんですよ。はい、そうですね、はい、うん、で日本生命っていういわばトップの生命会社の社員さんでしょ、はい、すごい、この判断すごいですよ、そこで、それの、うん、だって働けても10年は無理だと思うんですよ、はい、夢を追って、はい、その安定を捨てて、うん、だから昔ね日本生命に杉浦さんってい う、はい、もう大投手がいて、はい、プロ絶対入れたんですけど、うん、日本生命でいることを決意して、うん、プロに行かないでそっちを取って今日本生命の中でも出世されてるらしいですよ、ね、だから来年は29歳になるとしてでしょ、はい、だからそれがどこまで即戦力として頑張れるのかは、うん、今年この12球団の中で一番興味深いです。でもやっぱりあれじゃないですか、野球選手になるっていうことって本当に一握りじゃないですか、うん、そう思ったらやっぱりドラフトかかったらもうどうなってもいいから行こうってなるんじゃないですか。そうだね、対戦でもやめようってやっぱ安定をっていう人もいるじゃないですか。います、います、もちろん、はい、だからその興味あるんですよ、はい、でその中で楽しみ、はい、去年はね、うん、投手3人、内野2人というところで、はい、高校生、宮城君をはじめ、うん、宮城、紅林、前っていうのが高校生で、はい、で、大学が村西、勝間田っていうところでちょっと高校生多めでね、はい、取ったんですけど、今年も高校生、ほとんど高校生で中川投手と立正から3割、阿部選手、はい、ピッチャーで、この2人だけが大学社会人なんで、うん、ほぼ高校生なんですよ。で、オリックス僕なんて言ってました、オリックスは、うん、あれですね、うん、
全ポジション足りないんで、うん、一番いい人を取れって言ってました。で佐藤選手行って、はい、外れてっていうところで、だからあれですね、オリックスはいるっちゃいるけど、はい、いないっちゃいないっていう、そうですね、はい、チームっていうところでね、はい、まあ、あとまあサードとか外野できる人が欲しいねと言ってましたね。だこのドラフト戦略で、はい、見えたことは一つです、はい、今の戦力で勝てますって言ってるようにしか聞こえない。まあそうですね、だからね、うん、上から3人、はい、山下、源、木田選手ね、うん、やっぱなかなか1年目から難しいと思うんですよ、まあ、育てていく選手ですよね、はい、でしかもですね、うん、今年の高校生っていうのは、はい、やっぱりそのコロナ禍の中で十分な練習、うん、試合ができてないと思うんですよ、はい、だからもう一回一からプロで戦う体力、うん、技術を作るために、特に今年2020年のドラフト候補選手っていうのは、はい、すぐって考えない方が絶対いいと思うんですよ、うん、体が出来上がってないし、はい、練習もできてないんでね、うん、でそう考えるとこのオリックスの場合、うん、この上位3人っていうのはほぼ来年の前半は一軍にはいない、うん、もうひょっとしたら1年間いないと思った方がいいんですよね、はい、でなってくるとこの中で井の一番でいける可能性あるのは阿部選手と長川選手2人なんですよね、はい、で基本的にオリックスっていうのはチーム防御率が4点、はい、パ・リーグ3位、はい、チーム打率が2割5分、うん、パ・リーグ3位、うん、なのにダントツの最下位なんですよ、はい、だこれは何でかっていうと、うん、個人の素晴らしい吉田とか、はい、個人の素晴らしい選手が底上げしてて、うん、要はその下がついてきてないんですよね、はい、だからいるっちゃいるけどいないっちゃいないってなってきた時に、うん、この選手たちでそれを大きく変えれないと思うんですよ、うん、で中川選手と阿部選手はピッチャーなんで、はい、その、山本、山岡でそして、田島っていうところと、はい、それに続くピッチャー、うん、で後ろが今ヒギンス、ディクソンがいて、はい、っていうところのそこのどっかに入っていく、だからひょっとしたら阿部選手とか中継ぎかもわかんないし、はい、っていうところ で中川選手も サウマリンなんでね、うん、まあ、先発中継ぎなんですけど打線の上では大きく変わんないんですよね、はい、っていうことを考えるとメッセージとしては、うん、今の戦力で勝てますけどっていうのに感じるんですよ。まあそうですね、確かに、まあ、だから打線って本当に変化はないですもんね、基本的に。ないですね、多分、うん、今年のドラフトで、はい、来年何か大きく変わることって、うん、多分ないと思うんですよ、打線の中では。はい、そう考えると、うん、あ、チーム内的にはそうなんやっていう、うんうん、もっと変えた方がいいと思ってたけど、はい、それは外の人間はね、はい、でも中は、うん、そこまでそんな感じじゃないんやと。はい、今いる戦力で勝てますけど、うん、監督も変えちゃいましたし、うん、どう問題ないですと、はい、ドラフト未来への投資ですと、うん、で、阿部選手、はい、取れたんで、うん、残ってたし、うん、まあ、そこも補いますけども、はい、基本的に今のままで勝てます、うん、っていう風に聞こえます、はい、まあ、確かに最初の佐藤さんの予想とはまたかなり変わってきましたね。ああ、今も使える一番いい人を取れ、全ポジション、うん、その使える人が欲しいみたいなことでしたので。そう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 、だからそのね、はい、あの上のね、吉田とか山本とかは上の人たちはすごいんで、はい、その上の人とここに準ずる人たちがいないから、それを集めするためにはそういった選手を取って来年行けるようにした方がいいかなって思いますけど、もしくは中島監督が1年目だから3年後ぐらいに辛く強くなるように、別に来年じゃないよ、3年後だよって、もう徐々に強くドーンってしていこうっていう構想かもしれない、うん、これどっちからね、はい、あ、今のままで勝てますよ、うん、だから別に未来の投資です、はい、なのか、うん、もうそんな目先の利益やめて、うん、中島監督も1年目やし、うん、3年後に勝てるチームにしよう、はい、っていうとこかも分かんない、はい、そうですね、そっちかもしれないですしね。そうですね、まあ、どっちか分かんないですけど、はい、そね、うん、っていうところで言うと、はい、まあ、どこまでね頑張れるか。しかもオリックスは育成がね、育成めっちゃ取ってますよ。川瀬健人選手、はいはい、この選手はあのソードバンクの川瀬の弟さんなんですよ。そうでしたね、はい、でなんかあのすごい大怪我してね、はい、すごい頑張ってここまで来れたっていうのはね、本人の頑張りと、うん、あとはなんて言っても家族のサポートも含めね、はい、家族がすごい頑張った、ね、そのお兄ちゃんの頑張りもね、うん、今年はリーグ優勝もしましたし、はい、レギュラーでね、まあ、出ましたし、そういったところのね、うん、そのなんか家族愛、はい、家族が支えたこの川瀬健人投手のね、 TBS の番組見ました、見ました、見ました、はい、見ました、はい、ね、あの頑張りやと思うんで、はい、まあ、本人がね、うん、一番頑張られたと思いますけども、うん、まあ、家族もね頑張り合って、まあ、育成ですけどね、うん、見事そのプロに入れたっていうところでね、ここからねさらに頑張って試合が選手に、ね、うん、なれるように注目したいなっていうところもありますし、はい、辻垣選手はね、うん、学法
福島から、はい、ピッチャーで宇田川優希選手、はい、仙台大学から投手、うん、で釣り樹井選手国際京都国際捕手で佐野幸和選手外野手また仙台大からですね古町内野手、はい、っていうところでまあ6人ね取ってて、はい、去年も育成8人取ってるんで、うん、ひょっとしたらもう三軍制をね、うん、オリックスもこの育成を多く取って導入していくかもわかんないですね、はい、うん、そうですね、はい、そんな感じしますね人数的にそうですね、うん、だからそういったところでもまあねどういうメッセージかわかんないですけども、はい、まあ、来年のオリックスの戦いを見ながら、うん、オリックスもね昨年高校生多いんで去年と今年のドラフトを通信簿をまた来年やっていきます。はい。そしてじゃあまあ6位の阿部翔太投手もちょっと僕はもう一番注目なんで、はい、もうあと年下以降もね、うん、もう出るんだったらチェックしてみたいなと、はい、思います。はい。はい。